ごい、おもちゃ屋さんだ。ね。これはもうなんか雑だな、招き方。両手だよ。大きいりゃいいってもんじゃねえぞ。結構いろいろあんね。すごいなんか雑貨屋さんとかね。秋葉とかにこういう店たまにあんだよ。あるね。秋葉感あるな。ね。急に？急に。急に変わったな。ほんまや。すごいな。ね。こえ。みんなに歯ブラシあげたらいい。歯ブラシな。あ、確かにホテルの歯ブラシちょっと使いやすかった気がするんだよ。あ、うん、あ、ほんま。なんか手にすげえ馴染むなと思って。お土産にならなさそうやな。結構日本のこういう店とあんま変わんない気がするね。スイカジュース、うまい。あ、スイカジュースの店。あ、飲んでます。このね、不加水って書いてるの水加えてないって聞いたから多分おいしいよ。本当？飲みたい飲みたい。私は腹がいっぱいでもう入らん。飲みたい。お飲み。よ、ちっちゃいので40。でいいな。でかいのはでかいっしょ。4口というか5口というか、これ40。あ、みんな自分の好みがなんか、なんかスイカジュース買ってくるわ。あ、美味しいですか？美味しかったんだよ。うわ、私も悩んでるんですよね。買うわこれ大なんじゃね私も買う。
伊達さん、麦も買うって。やったー、うまい。これトマト？あったんだ。うまーい。ダイが出る理由がちょっとわかるわ。確かに買っちゃう。取るな。勇気ねえよな。お腹下しそう。なんかあれ買って持って帰ってコップに開けてみんなで飲むとかだったら、それはあるかもね。氷抜いてもらってね。うんうん。おいしい。うまい。うまいもんな、トマト飴なんかな。日本でも早く買ってほしい。台湾のトマト甘いから食べていいんだよね。日本のトマトじゃこの甘みないんじゃん。こっちの方はリピン以上に摂取してる。お前らいいじゃん、いいじゃん。めっちゃトマト食ってもいいじゃん。3日間食べてる。冷やし真っ赤か。心なしか。怖いやつで眉毛ちょっと眉毛かわいい。あれはね、すごく交流味なんだよ。大腸で小腸くるむみたいな。大腸で小腸。なるほど。あとで現物見てみて。そうですね。すげーボリュームだから。嬉しいかなみたいな感じ。なるほど。始めているっていう。なうここ、だからほんまに。でも一番大きいのは、え、美味しいですよね。あ、いけたわ。いけますわの顔でしたわ。え、うまっ。うん、うん、まっ。うまっ。踊る伊達さん。終わりましたよ、一。終わった。終わった。
ますね。